こんにちは、もしくはこんばんは、長塚拓馬です。あ、おはようございますもいるかな。こんにちはね、なんか自己紹介をしてくださいということなんですけど、僕はですね、自己紹介っていうとね、最近すごい寝るのが好きなので、3度の飯を食べるより寝るのが好きって感じで、ほとんどご飯食べてないですねなんだろう、アイスが主食になってきてて、アイス食べてアイドルのライブを見て寝て、またアイス食べて YouTube を見て寝て、またアイス食べて漫画を読んで寝てみたいな繰り返しをしてます。何なんですかね、夏はそんなにアイス食べなかったんですけど、冬になったら急にアイス熱がふわーって上がってきて、生チョコアイスっていうんですか、その生チョコアイスっていうのを何だろう、5箱ぐらいスーパーで買いだめしまして、それだけを食べて生きてますあとあれだ、紅茶が好きなので紅茶はすごい飲むんですけど、この間堀江俊くんとあの原宿で遊んでたら、いつの間にか東京で遭難しまして、でそのまま遭難して、どこだここはって言ったら紅茶屋さんがあったので、そこの紅茶屋さんに入ったら、体にいいハーブの紅茶がいっぱいあったので、そこで冬用の紅茶っていうのをあのおじいさんがね、おじいさんとおばあさんが経営してたんですけど、おすすめしてくれたので、もうね、なんていうんですかね、薬草を買うつもりでそのお茶を飲んでますはい。ほら、くすぐったいってよしよし、君と俺は仲良しだけど、俺も猫の言葉が話せたらもっと仲良くなれるのかな。君とお話ししたいにゃんなんてね